順位つけられないですよね。つけられないですね。はい。で、これはもう全然。皆さんこんにちは。衆議院議員竹本直一でございます。今回はですね、題してあなたの地元はどんなとこ？大阪南部ランキングというわけで竹本先生の地元である大阪南部についてランキング形式でお伺いしていきたいと思います。そうですか。はいはいはい。よろしくお願いします。こちらよろしくお願いします。はい。まず一つ目、あまり人に教えたくない大阪南部の美味しいお店ランキングということで。まあ、難しいとは思うんですけど、はい、難しいです。3位ぐらいから何かお好きなお店ございましたらご紹介いただきます。一つは堺市三原区にあるんですけども、ね、はい、布という字に川って書くんですけども、はい、深川うどんっていう、私そこのカレーうどんが大好きなんです。しょっちゅう行ってるんです。めちゃくちゃ美味しい。美味しいんですよ。で、行ったらすぐできるからね、はい、僕はせっかちだから、それがまたいいんですよね。いつぐらいから通われてるんですか？いや、もう20年以上になりますよ。で、そこの主人がゴルフマニアでね、ゴルフ好きで、で、まあ、私よくゴルフコンペやったんですよね、はい、いつも参加していただいて、うん、ゴルフでやっておりましてね、小さい店なんですけどね、カレーうどん地元でも有名なんですと思いますけどね。うん、ありがとうございます、うん、じゃあ2位と言います。次2位ですか、はい、2位ね。そうですね、松原市にですね、はい、寿司屋さんが何軒かあるんですけど、その中で銀寿司というのがありまして、銀寿司、はい、でそこはネタが新鮮で美味しいんです、はい、ただ私はね、あんまり生魚あんまり食べないんですよ。だから握りは食べますけどね、太巻きと巻き寿司とかね、そういうの大好きなんですけどね。銀寿司という寿司屋さん、いつもお客さんで埋まってますけどね、まあ、行ったらなんか開けてくれるから、そういう意味でたまには行きます。ぜひ行ってみたいです。では、栄えある第1位。そうですか、3位からですか。あ、3位から、まあ、ちょっとトップ3という、トップ3ということで、はい、まあ、順位つけられないですよね。つけられないですね。はい、でこれはもう全然一般の店じゃなくて、富田林の駅の裏側にあるんですけどもね、コロッケが僕大好きなんですよ。安い店なんですよ、はい、で店は名前はね、茶の木っていうんですけどね、はい、茶の木、コロッケがめちゃくちゃうまいんですよね。あとそのコラーゲン料理だとか言って、コラーゲンが多い野菜料理かな、うん、そういうのを買い売り物にしてるんですよ、はい、コラーゲン鍋物とか言ってね、うん、まあそれもたまに食べますけど、まあ、その3つぐらいですかね。 ありがとうございます。よく行くということで、はい、行きますね。ぜひ今度機会があれば行きましょう、行きましょう。安いところですから。ありがとうございます。ではですね、次に逆にですね、今回県外の人に教えたいおすすめ観光スポットをなんか3つほど。実は宮川町は緑も非常に多い、まあ、田舎ですからね、はい、古代中世に非常に、有名人が足跡を残している地域で、例えば聖徳太子のお墓があるとかね、推古天皇、応神天皇、世界遺産になった古市古墳群も一部入ってますからね、はい、そういう古代史の足跡がたくさんあるわけです、うん、その中でそうですね、観光スポットとして勧められるのは河南町というところに、はい、広川寺、弘法大師の弘に川って書くんですけどね、はい、広川寺だったんです。そこに西行法師の墓があるんですよ。で、西行法師はですね、京都にいた人ですよね、はい、まあ、そこでなんか噂によると猛烈な恋愛をして、恋愛が実らなくて昇進の気持ちで、京都を去って、そしてこの河内へ来たという、そこで亡くなってるんですけどね、はい、まあ、そういうストーリーがあるんです。ここはまた桜の名所でもあるんですよね、はい、もう桜のシーズン過ぎましたからね、うん、静かないいとこです。で、そこの住職さんも結構歴史に詳しくて、はい、お話聞くとなかなか長く話してくれます。そうなんですね。私のその事務所のある富田林ってありまして、はい、稲井町とも言って、はい、寺の内の町ですね、うん、でこれは江戸時代のですね、その地域の豪農が豪邸を建ててですね、うん、そこを中心に中世時代に非常に栄えたところなんです。その町内がお寺とかあるいは民家がその残ってまして、あ、昔のまま、はいはい、奈良の古いところみたいな、はいはい、うん、でその中の一つ杉山家住宅ってあってね、はい、文学者ですから、はい、遺跡とか全部残ってます。あ、その時代帳に、うん、そうそうそう、あるいは中村家、その中村さんね、はい、中村家住宅ってありまして、はい、
そこは吉田松陰が幕末にですね訪ねてきて何ヶ月か通りしたところなんですね。歴史マニアの方からしたらたまんないところです、ね、はい。それから有名なのは天中組の乱というのが昔、はい、ありましてね、江戸幕府の大官氏を襲撃するわけですよ、はい、それがその幕末のですね事件の一つになって、まあ、有名な天中組の乱というのでね、はい、そこへ馳せ参じた人たちの家があるわけですとかね、まあ歴史はいっぱいあります。なんか一つだけじゃなくていろいろあるんですね、そういうストーリー。そうなんですよ、時代を隠してね。もっと昔に言えば、例えばこの妹子がの墓もありますし、はい、立派な墓ですよ、うん、そんなもんです。聖徳太子ありますし、あるいは蘇我の馬子のお墓があると言われる寺があるんですよ、はいはい、ということで、まあ、歴史の遺産のたくさんのところですから。あ、そうなんですね。まあ、そういうマニアにとっては結構面白い。そうなんですね、うん、ではおすすめのお土産とかってあります？そうですね、富田林河内なのは昔から竹細工を作っていたところが多いんです、はい、で竹を使ってすだれを作ったんですね。いまだにやってるところもあるんですよね。で河内なのに井上すだれさんという会社がありまして、はい、すだれを作ってるんですよ。で1枚のすだれ、すだれって日置きじゃないですか、はい、あれで1枚10万円ぐらいするようなすごいものを作ってるんですよ、はい、それだけじゃありませんけどね、はい、河内のすだれはお土産としてはいいと思います。ちょっとした置物としてもね。そうですね、うん、デザインもなんかそうなかなか工夫してますよね、はあ、あ、そうだ、ナスがあるんだ、富田林、はい、これはね、大和川の上流に石川という川がありましてね、はい、山からきれいな水が流れていくんです、はい、でそこの土壌がですね、ものすごくいいらしいんですよ、農業、はい、農業技術も先進地域なん で、はい、でその影響があるんだと思いますが、ナスができるんですよ、めちゃくちゃうまいんですよ、はい、で私はね、国会議員の仲間、まあ、先輩も、ね、結構100本ぐらい送ってあげるんですけどね、これはね、もう待ち遠しいというぐらいね、ファンが多いんです。時期的にはいつが？5月です。ゴールデンウィークの直後ぐらいが一番美味しいですね。食べ方としてはどれが好きとかあるんですか？いや、もう夏ですかね。そのまま焼いてもいいし、先生お醤油つけて食べてもいいし、フライにしてもいいし、いろいろな料理があるじゃないですか。だいたいその、まあ今はコロナだからあんまり宴会ないですけど、そうでなかったら結構夜酒飲んだりしてるじゃないですか。はい、体が酸性になってるんですよね。うん、そういう人が一番ね、あのナスビをね好むんですよね。千両ナスって言うんですけどね、はい、あの実に立派な農産物というか野菜です。ぜひね、お越しの方はね、ナスをあの買って帰っていただいて、はい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 、ご賞味いただきたいです、ね。まあ、そうですね、あれは自慢できますね、まあ、あとはあの大阪はですね、ぶどうの産地でもあるんです。そうなんですね。ずっと全国で2位の産地だったんです。山梨県1位、2位が大阪府だったんです。ほうほう。大和川登ってきて、奈良県が入る竹内街道という街道があるんですね、はい、でそれを通して渡来民族が奈良に入っていったんだと思うんですよね。で彼らが持ってきたのがブドウなんですよ、はあ、だからそのお母が、ね、二条さんというお母がありまして、ね、そこに結構たくさんのブドウが植わってまして、ね、ずっと高校生ぐらいの時は全国で2位の産数だったから、今はまあ違うと思うんですけど、ね、大志ブドウって有名ですから、はい、知らなかったです。ありがとうございます。じゃあ最後にですね、うん、大阪南部に住んでいて困ることあるあるみたいなものってなんかあったりとかします？昔金東湖という人がいましてね、はい、これはうちの地元じゃなくて八尾に住んでたんですよ。もともと江戸っ子なんですよ、坊主なんですよ、うん、はい、その人が転勤で八尾のお寺へやってきて、住職で、はい、人情とか人の振る舞いとか、そういうの面白おかしくね、柄の悪いとこだと言わんばかりにこう書いたもんですから、それが結構売れたんですよね、はい、あ、なるほど。作家ですから、うん、その悪いイメージが河内っていう、ね、なんかあってね、あ、残っちゃってる。そうそうなんですね。記憶に残ってるところがあってね、うんうん、ちょっと嫌な感じする時もありますよ。あ、そうなんですね、うん、風評被害ですね、うん、風評被害割合あの住宅もみんな大きいし、割合しっかりした家が多いんですけどね、なんかね、あの小説のおかげで相当ダメージ食らってるなと私は思ってます。引っ張ってるんですね、そこはね。ああ、うん、何や、かわちかって。そうなんですね。よく芸人さんとかね、いや、面白がしく聞いたことあるでしょ。そうですね、うん、南と北とみたいな話はよく見て、そうなんやと思います。最近はね、あんまりこっちは意識しなくなったけどね、はい、うん、あ、
で本日はですね、先生の地元である大阪南部について話をいろいろ聞かせていただきました。大阪南部ご出身の方や在住の方、もしかしたらねこのチャンネル見られてるかもしれませんので、うん、こういうのもおすすめだよとか、こういうあるあるもあるよみたいな方いらっしゃいましたら、うん、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいなと思います。皆さん、今日はどうもありがとうございました。不意に聞かれたもんですから、 どこの店が一番うまいかとか、どこがいいかって言われてもそうそう思いつかないところもあるんですけど、まだまだたくさんいいところございます。河内の奈良県との県境の山の上にある道の駅と言ったらいいのかな、地元の田舎の人だけで作ってる道の駅がありまして、ここへ行くとすごい美味しいこんにゃくがありまして、非常にあちこちいいところございますからどうもありがとうございました。